アメリカの気象当局によりますと、ハリケーン・ミルトンは5段階のうち3番目に強いカテゴリー3の勢力で、現地9日夜、南部フロリダ州に上陸しました。今後、フロリダ半島を横断するとみられます。AP 通信によりますと、州内の15の自治体が避難命令を出し、対象となる住民はおよそ720万人に上ります。上陸より前から複数の竜巻が発生していて、 沿岸部では最大およそ4メートルの高潮が予測されていますアメリカ南部は2週間前にカテゴリー4のハリケーンヘリーンに襲われ230人以上が死亡するなど甚大な被害が出たばかりです一帯で40人が犠牲になったノースカロライナ州の街ではこちらはファーストフードショップですけれども窓ガラスがですすね、べて壊れていて 店の中は一面泥で覆われています付近の川が氾濫し町を濁流が襲ったということです町の大部分で電気は復旧したものの断水が続いていて多くの人が給水所などへ足を運んでいます